こんばんばは結城正結城です今日は劇団俳優座の心の嘘 Lie of the Mind」についてお話ししたいと思います。これはサム・シェパードの1885年初演の芝居でして「Family t ロジー o y の「 コースオブザ・スタービング・クラス、ベリー・デ・チャイルド、トゥー・ウェスト、それにフル・フォー・ラブに続く作品でして、これを含めてサム・シェパードの五部作の最後を飾るものというふうに言われています。これ4時間ぐらい続く芝居で,で非常に長いのですが、 今日見た9月9日に見た「ハイエーザー」のバージョンでは3時間ちょっとに収められていました特徴として非常にリアルで重厚な演技であったということが言えると思いますこれは演出家の真鍋隆さんの力によるものだと思います 物語は結婚した夫婦がいてある日夫が妻を殴って脳挫傷させてしまうとで夫は妻が死んだと思っているわけですけれどもその夫夫から夫の弟に対して電話が入るところから始まります夫はジェイクで、えー、志村

誰だか分からなくなっているという言葉もはっきりしないという状況になっています。そのベースをお兄であるですね、えー、マイクがいさしさんが演じています。うん それで結局どうなるかというとあのー、それぞれ夫と妻は家族のもとに帰るわけですけれども夫の方も妻の方もお互いに相手のことが忘れられない相手に対する深い愛情を感じているという状況が続きます、えー、それで夫の方は妻のいる場所に、えー、妻を訪ねていこうとするのですけれども まず夫の弟が訪ねていってそれでその妻の父親に撃たれてしまうと怪我をするというところ状況がありますそれから後になって夫自身も行くわけですけれどもそこの辺りで大団円を迎えるわけですけれどもその過程にはそれぞれの家族が崩壊していく様子 しかしそこには一つの救いがあるという形でが提示されますいろんなことを考えさせる芝居なんですけれどもやっぱり非常に今日見てて印象を受けたのはやはり劇団俳優座の役者の層が厚いということが言えると思います。夫の母親を演じる 斉藤美由紀さんとかそれから妻ベスの方の両親、えー、加藤芳雄さんとか松本淳子さんこういった方々が非常に活躍してて、えー、役者の幅広さを感じさせます特に演技で非常にこう印象に残る演技っていうのはあの妻が最初はあ全く口が 聞けない明確に聞けない自分あるいは相手を意識できない状態なんですけれどもリハビリの過程を通じてだんだんあ回復していくそれにつれて言葉が普通になっていくという過程言葉の表現の度合いの変化これをよく表していたと思います。このの主題として非常に感じさせるのは まあ当時、アメリカがまだ、家父調整とか、ですねそれから国家体制というものが揺らぎなくあって、夫婦の危機に際しても、その家父調整それから国家体制といったようなものによって、なんとなくこう安定がもたらされるといった古い有機時代のアメリカを思わせるものがあります。 国家体制で象徴になっているのは、夫、ジェイクの父親があメキシコのハイウェイで亡くなっているんですけれども、その時に戻された、カをオツツムです、彼は空軍パイ,ロットパイロットだったもんですから、飲んだぐれて、えー、交通事故で死ぬわけですけれども、その際に返されてきたあ国旗、その国旗が、 ありますでこれ最後の時に最後の場面で夫も妻の元を訪ねてくるわけですけれどもその際に、えー、妻の、えー、父親モンタナ州の山奥に住んでる父親なわけですけれどもその父親が国旗というのは 正式に畳む場合畳み方があるものだということで淡々としてですね妻と一緒に、えー、国旗を畳んでいくそこに国家体制の揺るぎないものを感じさせるといったふうにできていますまあ国旗形容ってのはアメリカではそんなに珍しいことではなくてまあ50年ぐらい前私はアメリカに住んでいた時 オストファミリーは毎日、えー、海兵隊でフレンチモロッコに出た息子のためにですね毎朝国旗を掲揚して夕食の前にそれを畳むということをやってたわけです。まあ、こういう時というのは毎日のことなんでああいう畳み方はしませんがあ,ああいう風に畳むっていう時は棺を覆っていた国旗を、えー、保存しておくために畳むとか あるいは実際目にしたものではアメリカ大使館があ閉鎖されるあるいはそう紛争が起きて閉館されるといったような場合に国旗を下げてですねそれをきちんと畳むというのは儀式として行われますがその場合、2人の人が持ってですねああいう国旗を2つに折ってでそれからもう1回2つに折って それでスターズンストライプスのストライプスの方からですね三角に折っていくそうすると最後は三角形の形になるわけですけれどもブルーが表に出るようになりますそういった折り方をするのを何度か見たことがあります装置は非常にこう簡単な装置で紙手の方に夫の家 それから下手の方に妻の家があベッドと共にあるという形なんですけれども舞台の情報に、えー、アメリカの文化を象徴するようなものですねそガラクタがというべきか椅子とか電話機とかあるいはおもちゃの飛行機とか戦闘機ですねこういったものが吊り下げられていますそこの中には「ブラック・ライブズ・マター」と。 いうようなセリフも書かれていて、うん、最近の情勢を反映させたものとなっています見ていて非常にこう印象的だったのはこのサム・シェパードという作家がシェイクスピアを相当に読み込んでいるということです何度もシェイクスピアを思わせる場面が多いんですけれども特に冒頭部分で夫が妻を殴ると でその時嫉妬に駆られて殴るんですけれども夫はあらゆる、えー、妻が他の場所で常時を働いているのではないかといった疑念に襲われ襲われるで妄想を抱いていくわけですけれどもまあこれはイヤーがいなくても勝手に妄想を抱いていくオセロに非常に似ていますそれから冬物語のレオンティスの嫉妬こういったものを踏まえて書かれてるし また夫がまあいわば転換気質なんですね。非常に興奮しやすい性格に描かれています。夫の弟が最初訪ねてくる時。妻がですね。あの。あれは聞き覚えのある声だと。ジェイクの声だわというふうに。それから私知っているの。彼と声が同じということを言うんですけれども。 これはロミオとジュリエットを踏まえて書いていると思います。その他空虚の意味を見つめるといったこうハムレットのようなセリフとかあるいは必要なことを言うなというようなセリフがありますけれどもこれは妻の父親が言うわけですけれども。 狩りは芸術で芸術であって生きる生き方だというようなことを言いますがその中でもう必要なことは言うなというリリア王のようなセリフがありますさらにまた夫が訪ねた時訪ねてきた時、えー、妻の兄がこれを捉えるんですけれども「あもう少ししたら森へ連れていくそこで材木を運ばせてやるんだ」というようなセリフがあります。 これはもちろん、テンペストのプロスペロを踏まえたセリフだと思います。このようにして、サム・シェパードはずいぶんシェイクスペアを読み込んでいるなという印象を得ました。ありがとうございました。